土佐市の移住者カフェ立ち退き要求騒動で田舎の有力者を知る人物。危険だから今すぐ逃げた方がいい。がネットで話題。内容はこちら。田舎の有力者を知る人物の注意喚起が話題のようです。では、図星さんのツイートより内容を見てみましょう。図星。例の立ち退き要求されてるカフェ経営者の件。俺は、直ちに逃げた方がいい派。相手は横暴な老人個人じゃなくて、彼の横暴を受け入れている地域社会なので、仮にネットセロンで経営権を死守したとしても、プライドを傷つけられた老人は必ず仕返しするし、周囲はそれを許容するから。危ない。火災の心配をした方がいい、ご意見もあるですが、悪い方の想像をすれば、夜間に無人のお店から出火して、地元消防の調査で、原因はカフェ側の火の不始末、と決めつけられ、火災で店がダメになった上に、建物と近隣施設の被害弁済を求められて、巨額負債で逃げるに逃げられない、どうもあり得る状況。立ち退き料でも慰謝料でも取れるものを取ってから、という方もおられますが、それが正当な要求でも、金を取ろうとする行為自体が、犯行として相手はプライドを傷つけられたと捉えるので、感情的な面はさておき、株で失敗した損切りとでも思って、一切の関係を断つのが最善だと、個人的には思います。移住者側の視点だけで決めつけるな、とも言われました。その通り、地元側には地元側の正義と言い分があるし、あくまで移住してきた側の告発だから、自分に不利な面は公表してないかも。でも、市職員からの立ち退き要求が事実だとしたら、それが一般的にどう解釈されるかは、客観視する必要がある。確かにプライドを傷つけられた老人と地域の反撃。恐ろしいかも。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。わかります。その地域にしがみついても、いろいろうまくいかない気がします。とても残念ではありますが。間違いない。勝ち負けの問題ではなく、身を守るためにお店は諦めた方がいい。相手のフィールドで、これから先を考えると、リスクしかない。その通りなのが悲しい。しかも、市長が来るという話なので、許認可牛耳ってる役所全体も敵。とても飲食店を継続できないし、居住の安全性も怪しい。さらに、俺が支持してる先生に立てつくよそ者風情が、とか思ってる支持者も絶対いる。一人身なら、生涯戦って生きるのも自由だが、家族がいるなら、支持者が集まる今が逃げ時だと思う。一度揉め事を起こした地域でうまくやっていくことは、確かに難しいかもしれません。次はこちら。私も同意見です。相手は役所などよりも強い権力があるということから、警察権力も役に立たない可能性が高く、最悪の事態を想定した方がいいと思います。関わってはいけない人からは逃げるのが最適解。まあ訴訟で勝っても、腫れ物扱いにはなるだろうな。田舎の権力者はマジで殿様だから。不条理すぎてる。確かに、その地に残ってお店を継続したとしても、地域ぐるみでの嫌がらせが始まりそうな気がしますよね。次はこちら。こうして衰退していくのか。新しい風が受け入れられないから衰退していくんだと、いつわかるんだ。見捨てて一度逃げるべき。カフェを成功させたノウハウあるんだし、老害が衰退してから、改めてその土地に戻ってもいいと思うよ。そこの地域で、なんとかクソジジイを跳ねのけて存続しようとしても、あらぬ噂や嫌がらせは絶対なくならないから、逃げた方がいいと思うな。これはまさしく老害だと思う。皆さん、これが老害ですよ。老害により、若い芽が潰される惨状。あんまりですよ。最後はこちら。やばい土地にこだわる必要はない気がする。せっかく育てた店なので、悔しいのはわかるけど、逃げた方がいい。町と敵対しておいて、その町に住み続けるってのは無理があるわな。移住先ガチャで大外れを引いたと、諦めるしかない。店と自宅に監視カメラを設置すべきとは思った。もちろん、自動的にデータがサーバーにアップロードされるタイプのがいい。様々な声はありますが、
すべてはカフェオーナーの判断ですからね。見守りましょう。結論。土佐市の移住者カフェ立ち退き要求騒動は、多くの人々によって SNS で拡散されたことにより広く周知されました。まさしく SNS の力だと思います。しかし、今回の田舎の有力者を知る人物が指摘するように、今後弁護士を通して意見がまとまったのだとしても、田舎の権力者と揉めた以上、その土地でうまくやっていくのは至難の業なのかもしれません。何せ、地域ぐるみの嫌がらせや圧力がかかる可能性は十分にありますからね。しかし、老害によって若く新しく希望ある芽が潰される惨状。あまりにも歯がゆいですよね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。